甲本古筆、小木王国へ向本子から1842年1月20日は、琉球王国の画家。和名は、小橋川長安。小新王の大密後、亡き人王子朝天の末裔で、里、由紀子の生まれだが、祖父の朝天が仕事で失敗して没落し、父の朝京も創生したことで、家庭は困窮していた。年、おさめどの筆者となり、 以後は絵を続けながら、官僚としても働く。1776年12月、19歳で、貝釣り奉行絵師となり、同時に、若さと紀子に任じる。1780年には、機関を授かり、1792年には、巨物奉行筆者に栄転した。1795年、演楽寺で、小木王のと絵を執筆し、また1796年、 同じく縁楽寺にて、欧名により、島袋修養と泉川広司栄を助手として、なお、円王から昭明王までの尊蔵の控えをそれぞれ、大昭二の制作した。1803年に昭恩王のお後絵を制作した。技法的伝統を誰から継承したかは不明だが、昭和牧王以後五代の国王に仕え、五声や花長画をよくした。とりわけを得意としたが、作品は、 沖縄戦でほとんど消失した。鎌倉義太郎が大正年間に撮影したモノクロ写真が沖縄文化の違法写真編に掲載されている。以下は河本個筆とされる作品である。ありがとうございます。